どうも、メグイン TV モンスト研究所へようこそ。さあ、エクスショットです。マルストレックスショット。メタです。ブラック、ブラック。エクス、ブラック。最近やってますそのバッチャさん。やってるんですね。今、やめた時が僕もやめ時かなと思ってますけど。確かにね。はい、何ですか何ですかこれ。これはです。パン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 。給食センター長の動画。はい、ありがとうございます。のやつです。はい、すいません。すいません。本当にすいませんもしダメだったら本当に謝ります。謝罪動画作ります。本当にすいません。ダメだ。今日は僕らの重心化予想をしようかの、はい、僕の予想なんですけど、はい、ヒントの画像あったじゃないですか。重心化発表っつって卵が3つあって、はい、でバッグの色が紫と、はい、緑と青だったじゃないですか、はい、そうですね。それはすなわち属性を表す、はい、属性を表す。でやっぱり第1弾にロキが出たってことで紫が消化されたんですよ。はいはい。僕は本当はその3色の段階の時に、はい、まあ、緑はまだ分かんないけど、はい、青と紫ってことで、はい、水と闇、はい、で3体同時ってことは X 含まれるなと思って、僕は信長 X と信長が入ってくるのかなと思ったんですけど、ありそう、はい、いやでもロキが出ちゃった時点でそのままなくなっちゃったんですよ。信長 X 単体ってこともないんですかね。いやそれはないよ。ないですか、うん、アグラムートの例もあるし、やっぱり同時に出す。なるほど。そうだから僕の仮説は崩れちゃったんですよ。全然ダメでしたね、はい、ちなみにじゃあメテオさんは何ですか。まああれでしょうね、水はフレアオーディンですね。水はフレアオーディン、ああ、あと貴属性がですね、はい、まあ、これはすごく濃厚な情報です。はい、皆さんここからなんすかなんでなんすか、なんでセレフィーボーなんすか。最近ずっとセレフィーボーつけてるよね。いやちょっと意味なく乱視というか近眼というか、はい、分かんないです。目の調子が悪いんで近眼で、はい、近眼でセレフィーボー使ってんの、はい、やめちまえよ。いやあんまスマホにされたくないんですよ。ああどういうこと。なんだよそのこだわり。さあではまずこれは、はい、昨日その筋の人から聞きました、はい、ヤクザじゃないですよ、はい、その筋の人から聞きました、はい、まあこれ間違いないです。ほぼ確定です。はい、バッハです。バッハですか、これですか。貴属性、あ、これです。これ重心化します。まあね、この人重心化しないとやばいよね。やばいです。で、まず一つ根拠として、はい、この前のストライカーズ、これ何でしたっけ、コレクション、コレクション、はい、あれでバッハが入ってましたね、はい、あれはいたずらだったんですよ。いたずらですね、はい、はい、まあそこは普通運営が弾くはずなんですよ。あ、なるほど、いたずらすぎて、はい、いたずらすぎるぞとって分かるのに、はい、だけどそれを入れたということはこれがいっぱい出たじゃないですか、ゴリゴリ、はい、これ次重心化するフラグなんですよ。フラグだったんです。まずそこがフラグです、はい、まあ、そこも根拠の一つとして挙げられますし、クソ弱いっすよ。いやだからです、だからするんですよ、まあすごい一番弱いっていじられるじゃないですか、はい、まあこれがすごい強くなります。でステータスか何かで、はい、どうなるんですか、ステータスどうなるんですか。もう全部仕入れました。あ、マジで、はい、昨日電話ってスカイプで聞きました。スカイプで聞いたの、はい、誰に。いやこれ言えないです。あ、え、言うと俺が X される。 S? X されちゃうのね。 X されます。あ、X、あのパッチョさんだからね。いやもう誰か言えないですよ。言えない、言えない、はい。でまず名前ですね、はい、最初がバッハなんですね。バッハで進化がなんだっけな、音楽の父バッハ、はい、もう一個がなんだっけな、なんかなんとかなんとかバッハ、はい、で最後重心化します、はい、音楽の母バッハ。性転換するんですか。いやだから、ね、結局、はい、父より母だなっていうところで生まれる音楽を生み出すっていうところで。なるほどね。もう一番すごいのはお母さんだった。なるほど、進化っていうのじゃ祖先種付けだったと。そうです、そうです、そうです。だから弱かったんですよ。なるほどね、はい、結局母は偉大なりということで。性転換するんですか。そうです。まあ確かにね、性別変わる例あるからね。はい、今性別は変わんないです。あ、変わんない。呼び方が変わるんですね。2丁目みたいになるの。そうです、そうです。で、まあ、うわマジでスピード型ですね。あ、スピード型なんですね、はい、この体育で。だってあれですよ、今バランス型って言われてるのにバランス取れてないですから、ね、小さい五角形になってますから。いやいや、バランス取れてないですか。バランス取れてないです。いや座り方も非常にアンバランスです。いや、あのチェロと足で3点でバランス取ってんじゃないですか、はい、言ってください、見てください、空気椅子です。空気椅子、はい、いやこれすごいバランス悪かったということで。これ違う、これ立ち方の問題じゃないよ、バランス型とか。いやもうこれを打破するにはもうスピード速くするしかない、はい、というスピード型ことをおっしゃってました、はい、僕の意見じゃないです、はい、これ、はい、あ、なるほどね、関係者様ですね、はい、で今回新しい要素が加わります。はい、要素、はい、はい、今まで反射と貫通だけでした。はい、でこれが新しいのが加わります、はい、これバッハですね、はい、貫通反射。貫通反射、自分の一端ごとに貫通か反射かランダムで決まるという、はい、使えねえじゃないか。すごい使いづらいですけど、はい、場合によってはすごいいい時もあります。どっちも持ってるって意味で、まあ、だから上級者向けですね。なるほど、はい、
どっちも持ってるのね。はい。で、まあ、ラックスキル、はい、そうですね、クリティカル。あ、クリティカル、なるほど、はい、それは普通なんですね、はい、そうです、はい、そこはまあいじっくりますとみんな混乱するんです、なるほど、出たばっかなんでね、はい、で、アビリティいきましょうか。アビリティ、はい、聞きたいですね。アビリティ、はい、これすごいです、はい、これ新しいです、これも。なんですか。アンチニードルです。なんで弱いよ。いや、まず1個目ですよ、これアンチニードル、今までないです、初ですから。そうですね。あ、じゃあ山田家適正になるのかな。適正になります。おお。で、アンチグラビティバリア。アンチグラビティバリア、はい、はい、で、トリプルアビリティですね。いや、はい、カルテッドアビリティ、カルテッドアビリティ、4つになるんですよ、ここから。すごい。はい、で、次、アンチテーゼ。なんでアンチテーゼ。いや、俺もわかんないです、言われたんで。聞き間違いかもしれないですけど、なんか2回聞けなかったです。それがアンチテーゼになるんではないかという懸念があったんで。で、これゲージショットつけます。ゲージショット、はい、ゲージショットなんですか、はい、ゲージショット。仲間、これ新しいやつですね。アンチテーゼはゲージショットじゃないですか。アンチテーゼは最初からついてます。でも多分なんかついてるだけだと思います。書いてあって、ああ 4つつけたいんですけども、ああ4つつけちゃうと強すぎるんで1個埋めたんです。あ、あのアンチテーゼ、テーゼ、はい、よく説明しないのあるじゃないですか、なんか。ありますね、はいはい、ああいう感じです。で、ゲージショットつきますね、これ、はい、ゲージがこれも新しいです、はい、仲間キラー L です。なんでそれ。ゲージ当てて仲間当てちゃうとすっげえ仲間に当てられます。最悪じゃん。いや、だから HP 調整するときとか、なんかいろいろ。あ、なるほどね、はい、あのストライクドッキング使いたいときか。そうです、ストライクドッキング用のゲージなんです。これも新しいです。仲間キラー、今あの X ラックさんはもう核兵器で新しいこと取り入れてるらしいんですよ。確かに。で、これ別に俺が言ってるわけじゃなくて聞いた話なんで。あ、そうだね、はい、で、HP ステータスいきましょうか、はい、HPタスカンジですね、はい、タスカンジで18000。これ低いな。仲間キラーのに低いな。はい、で、攻撃が19500。低いんだよ。タスカンジですね、低いんだよ、まあ、スピード型だからね、はい、で、はい、スピードが750。はいや、だからこの上のステータスの低さを補うぐらいのスピードを持ってるわけです。待って、仲間キラーでしょ。仲間キラーです。仲間キラーはちょっとなくなるかもしれないですね。あー、マジで。もう混乱を招くんで、今んとこ搭載予定っていうことらしいです。あ、はい、なんかアラジン の、はい、あの友情コンボみたいな、はい、ミスになっちゃう可能性もあるってことね。あります、あります、あ、そういう情報も入ってきてますから、これはなくなる可能性はあるけど、仲間キラーはなくなるかもしれない。さすがにやりすぎだってことで。なるほど、なるほど。じゃあ皆さん注目の友情コンボです、ね、友情コンボ、はい、何ですか、はい、友情コンボ、反射レーザー M4。 これ威力2100です。高いじゃないですか。あのタイガーさんの、あ、よくわかりましたね、すごい。なんか聞いたんですけど、タイガー、桜井、宮坊、S 字はヒカキンの4人がレーザーとなり打ち出され、フィールドに残留。最後残るそうです。じゃあこの残留がよくわかんないですけど、なんかずっと画面にいるんですか。いるらしいです。で、それ当たった時にどうなるかという詳細はまだわかんないです。友情コンボでしょ、はい、残留するんでしょ。だから当てまくるとどうなるかのかなというところにも注目なんです。もう画面がもう、でも多分、はい、時間経つとよくあるスーパーファミコンとかのゲームのアイテム落ちて消えていくじゃないですか、はい、あ、消えていく、点滅してね、はい、多分そうやって消えていくと思うんですよ。あんま溜まっていくと邪魔なんで、ね、なんかこの残留したのによってカンカンできるのを作ったりとかするんだと思うんですけど、はい、あれフィールドに残って、はい、あれはなんブロックみたいになるの、多分そういうことだと思う。邪魔じゃない、めっちゃ邪魔じゃん。すごい今回上級者向けだと。あ、上級者向け、あ、まあでも、ね、威力は高いですから、反射レーザーで2100なんで、まあ、あ、まあまあ、はい、で、副優勝コンボもあります、はい、これがびっくりしました、新しい、強い。なんすか、なんかランクアップするみたいです。なんでなランクアップランクアップって言ってすごくないですか、これ美味しくないですか。なんで副優勝ランク、あの当たるためにランクアップ。そうなんです。でもなんかさすがにランク上がりすぎるユーザーが出るっていう懸念があるそうなので、はい、あの音声のみになるらしいです。なんでただの音が出るだけ。ちょっと言わせしょう、ドキッとするっていう。グッジョブじゃないの。グッジョブじゃないです、ランクアップっていう。ランクアップがだけど、まあ副友情コンボなんで。あ、副友情コンボランクアップだね、申し訳程度についてるて。なるほど、はい、で、ワクワクの実ですね、はい、これも新しい要素が入ります。なんすか、ワクワクの実が好きなだけ作られるようになります。おー、すごい。ただ、はい、1枠拡大につきオーブ50個使います。なるほどね。そうです、はい、めっちゃ課金ゲーじゃないですか。そうなんですよ。で、まあストライクショットですね。はい、それちょっと気になる。これがびっくりした、強い。まず4ターンで打てます。おお、すごい。で、まあ名前ですね、はい、ストライクショットの技目か。はい、技目、はい、全国ツアー。あ、もう、なるほど。そうです、現代に来ちゃったのね。そうです、はい、で、これが強いんですよ。なんですか。まあ、これを使いますと、はい、まあ、4ターンで打てますね、はい、あ、ごめんなさい、4ターンプラス打つときに確認が入るんですけど、オーブ1個です。4ターンの時。そうです、それで、まあ、これを使いますと、はい、
自身のスピードがまあすごい上がります、ね、あもうタネさんが速いのにね、はい、でスピードが上がった後に、あと一息音楽が流れ絶望的状況緩和って書いてます、ね、なんだなんだ、いやだからやべえなーって時あの音楽流れるとちょっと前向きになるじゃないですか、あ消えちゃったよ、曲が流れて緩和されるだけ、そうだ気持ちの問題ですねすげえやべえっていう時にダメージオールのキャラじゃない時に3面ダメージオール貼ってる時にこれ流れたらなんとかなる気がするじゃないですか、心理作用だけ、心理作用です、いやでもこれだけじゃないんです、さらにすごい触れた敵を、はい、これ新しいですね、味方にし、はい、引いて敵に打ち込む、おおすごい、でもちょっとよく考えてください、これよくわかんないことで誰で打ち込むことになるの、そうなんですよみんな当たっちゃった場合に、はい、まずいんじゃないかっていうことで、はい、全部味方になるバグが確認されてるそうです、あもうすでにされてるんですね、はい、でこれはちょっともう調整が入るかなっていうところです、まあ以上ですね、これがバッハ音楽の、あと一つありましたよ、この言う時のセリフですね、はい、ストライクショット打つ時の、はい、小学生の頃ピアノ習ってたって言うんじゃないって言うそうです、そうなんですか、だいぶ絡みにくいやつになっちゃいましたねまあ言う人多いんで、ね、多いでしょうね、バッハに言うでしょうね、あったら僕小学校の時音楽やってたんですよって絶対言うよねってやってたんですよ、だからそうやって言われるの嫌なんでしょうね、ガチでやってたんで、あなるほどね、はい、そんなのピアノじゃない、ピアノじゃないなるよ小学生ぐらいじゃね、はい、って言って結構前動くわけですね、おまあこれがバッハですね、悲しい重心化ですねよく考えてください、スピード756だけど僕すごいと思います、めっちゃすごいですよね、でも最高常識を打ち破りましたよ、しかもだって反射だった場合はめっちゃカカカカカになるわけでしょ、そうです、まあ、反射になるか分かんないけどね、そうです、いや反射と貫通の割合は1対1なの、 50%50%、 98で反射貫通ですね、はい、あ反射の方が多いね、はい、すっげえたまに貫通なるんでなんダメージオールとか気をつけてくださいっていう、あどうすかダメもないもんな、ダメもないんですようわーやりにくい扱いにくいなまあでもだから XRAC さんの今の新しい、まあっていうのが現れてるかなっていう情報でしたね、扱いにくいキャラには変わらないんですね、扱いにくいっちゃそう上級者向けですね、なるほどなるほど上級者向け、はい、いい意味で言うわ、まあ、重心流緑1個で進化できるそうです、はい、もう空気感半端ないじゃないですか大野さん系じゃないですか、いやいやもうみんな重心流出なくてイライラしてるんで、ああ1個で出られるんですね、子供から不平不満がもう溜まってるんでガス抜きです、ガス抜き重心化です、よかったですね重心流1個ですよはい、まあ多分こうなります、そうなんですね、はい、もう僕パールバティとか、パールバティまあありそうですね、ヘラクレス来るとか思ってたのに、もう今のバッハのやつでもう俺何も言うことないじゃん、勝てもう勝てないじゃん、いや僕もさすがに最初聞いた時、はい、嘘だろうと思いましたけど、はい、他の人にも聞いたら似たようなこと言ってたんで、あ、そうなの、一応その方向らしいですもう何これ何でしょうね、はい、何でしょう、ね、以上、はい、すげえなバッハっていう、はい、ですかね、はい、メイン TV、うん、モース研究所、はい、の結論はバッハでございました、そうです、間違いない、まあ何が重心化すると思うかな、はい、さよなら、タイム、ああ超発射！待って続きはゲームで。戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。下のチャンネル登録ボタンが赤くなってる人はまだ登録が完了しません。黒くしてください。